こんばんは、牛島リータです。ギターの池上智弘です。ちょっと、急に格好つけたくなっちゃってサングラスかけちゃってます。すいません、鼻炎の方がですね、リュータの鼻炎の方が発動してしまいまして、これをかけてないとね、もう目の色がもう悪魔に乗り移られたみたいな感じになっちゃってるんで充血野郎になってます、はい、この動画だけはちょっとお付き合いください。すいません、はい、さあ、今日の動画なんですけど、はい、昨年の12月の28日に、うん、ごくわずかなお客様を入れて、うん、久しぶりに有客ライブを行いまして、はい、そちらでですね、披露した走れメロスをお届けしようかなと思うんですけれども、はい、これ実はともくんがギターの先生もやってるんですが、僕のファンの方でともくんからギターを習ってる女の子がいまして、その子がですね、一番最初に教えてほしいと言ってくれたのが走れメロスだったんですね、うん、そうなんですよ、はい、で、まあ、それ実は話はずっと聞いてて、どうせだったらその年末の、ね、クリスマスプレゼントじゃないですけども、うん、僕からサプライズでできないかっていう話をしまして、それが実は実現した形になるんですけれども、はい、ね、もうライブの時に、ね、ライブ中にいきなり呼び出して、そう何にも本人には伝えてなかったんで、本当にぶっつけ本番だったんですけど、ね、しっかりね、めちゃくちゃいい空気でやる、すごくテンポ遅かったんだけどすごく良かったです、うん、ね、あんまりこう僕感情が表に出るタイプじゃないんですけれども、うん、瞬間、まあ、これからご覧いただくのもその瞬間になるんですが、あの瞬間すごく幸せな気持ちでしたし、終わってからもすごい満足度が高い形で家に帰ってた、うんうん、そんな日でした、はい、本当にありがとう、まずは、いや、ありがとうございました、うん、はい、でやっぱりこのね、僕の思い、そして聴いてくれた彼女の思い、うん、そして会場にいたお客さんの思い、これをもっとね、多くの人に見てもらいたいなと思って、今日はこの動画をアップしようかと思ってますので、うん、ぜひぜひご覧ください。何かありますか、先生からは。僕ら自分らで演奏してる、自分たちの子供みたいな曲をやっぱりこうカバーしてくれるとか、コピーしてくれるってこんなに嬉しいことないなと思います。そうですね、はい、ありがたいなと思いますよ、うん、なんで、はい、まあ、そういう、まあね、ギター鳴らせる子たちだけじゃなくて、ユータの曲の楽譜ってあんまり世に出てないんで、うん、連絡いただければ僕の方が楽譜を送ります、はいはい、で、もうギター枠埋まっちゃったんで、あとピアノとベースとドラム空いてますから、よろしくお願いします、はい、そのうちみんなでブラバンやろうさあ、そんなわけで、はい、今日の動画は走れメロスお送りしたいと思います、はい、それではいってらっしゃい。でもさ、僕こう思うんですけど、このラインナップ、この後の、うんうん、なんか3人じゃない方がいいんじゃないかなと思って、はあはあ、思うんだけど、どう思います？3人じゃ、うん、足りないってことか、お結果なんか出すか。いや、僕ね、確かに記憶ではこれ弾ける人いるんじゃないですか、この中に。おー、僕聞いた記憶あんだよね、最近、確か今月か先月の末くれかなんか、マジで言ってんの、うん、これさ、次「走れメロス」なんですけど、これさ、「走れメロス」弾ける人いるんだよね、ここの中に。だからさ、ちょっと待って、俺が緊張してるじゃん、俺もめちゃくちゃ今バックで、せっかくなんで今日はさ、頑張った、1年頑張って練習してきた、はい、なんかご褒美って言うとあれかもしれないんですけど、僕からのちょっとプレゼントで、なんか一緒に歌って弾いてもらうっていうのどう、皆さんね、せっかくだからね、これこんなこと、まあ、めったにないこともないんですけど、僕じゃすぐ訪れるんだけどさ、でも今日ほら、年末で2021年大変だったじゃないですか、そうだね、なんか僕からなんかできたらなと思って、はい、はい、じゃあ参ります、行きましょうか、じゃあ走れメロス、行きます、はい、
Thank you.
なんかすごい楽しかった。すごいパワーがありましたね。素晴らしいですよ、本当に、ね、もう言葉が出ない。いや本当によかったよ、本当に。いやいいね。俺5小節ぐらい間違えてたよ。